相手が押してきたらそれに合わせて自分が対抵抗しない、相手が動かなかったら自分が来ている感じをバランスしながら、転換が自分が動かないで、力の方向性考えると相手はこっちに打ってきますね、まあ、打ち下ろしの人もいるかもしれないですけど、相手が自分の方に向かってくるとしたら自分が相手に近づくギリギリの方向と両方向ありますね。で、正面打ちで来た場合、相手がちょっと怖いなと思ったら多分下がったり引いたりという力がどっちかに働くんですけども、その両方を作ってあげて、できるだけ気持ちを大きく広げると中心は重みが非常に手この面ですね、進んで下げてますから、手で押さえるんじゃなくて相手の気持ちを伸ばしてあげて、自分が入りながら中心に自分が立つことです。はい、で、体重少し預けやすくて、ここから始めましょう。で、くるん、もう本当単純な子供の遊びなんですけども、体重ぶった体の状況を変えないで圧縮した力、ほんのちょっと状況を変えると、そっち一緒に出てしまうバランスボールを押し合ってくるんって回っちゃうような感覚ですね。呼吸投げ、呼吸法、これ利用すると全部体重移動で説明できるような感じで、自分が相手を当たりながら同じ方向に行くんですけど、また戻してあげる、導きながら、まずこの感じ、必ず手で押さないでお腹の重みを相手に乗せるくらいの感じで、はい、お願いします。見えない人をその前にこう用意していただいて、真ん中を相手に持ってもらう感じでいきましょうか。上取りっていうと、まあこういう形で先端先端で練習が多いですけども、まあ、真ん中を相手に持ってもらって、で自分が、はい、で両端ですね。で、上って、伸びが武器になるいい練習になると思うんですけども、ここをどうこう動かすんじゃなくて、これでバランス取ったのと同じですね。当たり結びはあるんですけども、動けるところを動かしてこの線をつなげて技にしていく、まあ、実際には土手を取ったり踏み取ったりしますけども、両の方向をこっちも行けますし、こっちも行く、上下、これがつながっていると技につながってきますので、この感じ、まっすぐ中心でいろんな方向に動く、 できるだけテコの原理をここに働かせるために気持ちに伸ばしていくというですね、意識の方向をやってましたけども、伸ばして伸ばした方がすごく大きな力になります。気持ちを大きく働かせて投げない耳を、力を捉えていくと、で、非常に伸びた方向、こっちと自分が中心にいると反対の突きも使いますね。で、動きながらそれを自在に入っていきます。全部中心があると動くと、遠心力と、求心力っていうのは大体働きますんで、まず吸い込み、吸心力、そこから遠心力のターンになって、ちょっとそれに中の投げも、これも吸心力が働かれると思います。気持ちは伸ばしていきます。はい、お願いします。遠心力を働かせるためには、自分が先に回っちゃうと相手外に逃げて重くなりますから、ストレートコネクションですね、オンライン、今携帯も Wi-Fi も使うので全部線ないけどオンラインにつながりますよね。まっすぐで中心がちょっとずれると、つながってれば相手が感じるところっていうのは多分あると思うんですね。
横断歩道を向こうから歩いてきた人と同じ方によけてちょっとぶつかっちゃいそうな時ありますよね。あれより自然に切れるように離れてもコミュニケーションが伸ばして自分が入ってきたい。遠心力は、遠手の動きでこう回っているように見えるんですけども、軸が回っていれば自分は振り回されないんですけど、フラッカー状態になると自分は非常にきつい仕事になりますから、まっすぐまっすぐ捉えて動いて自分の軸が回れるようにしていくと、感じとしてはタンゴの曲をうまく捉えて、うまく一緒に動けると、はい、ありがとうございました。